ありました。皆さん、こんにちは。いつも赤目理由、ピシピシピシ、これを切っていただいてありがとうございます。まあ、皆さんのちょっとご質問にお答えしたいと思いますけど、まあ、このとこ私はやっぱり、ネクタイと靴下の色合わせみたいなことをよく言います。で、特にやっぱり靴下ってものが侮れない。やっぱりまあ、靴下の色でどうするかっていうところでですね、私がこれ秘密ですけど、買い求めている先を申し上げますので、ちょっとメモのご用意をお願いいたします。まず一つはですね、横浜の馬車道にございます信濃屋さん。そこの信濃屋のオリジナルの靴下が、グレーからネイビーからかなりございます。ただし、ここの靴下は、ウールなので、夏場には不向きです。冬場に向けては、信濃屋さんでじっくりお選びください。で、一方、夏のもので、普段履きで、ロングホーズということになると、有楽町の阪急百貨店の地下、大阪であれば申し上げるまでもなく、大阪の阪急メンズの地下、ここにですね、かなりいろんな色のバリエーション、特に茶系ではいろんな靴に合わせての茶のバリエーションが比較的お値段もリーズナブルなお値段でございますんで、そこをご覧ください。で、もうちょっと懐に余裕のある方は、ビームス F。これは、東京でしたら原宿にもございますけど、ビームス F さんにある、イタリア製の、確かバリラって言ったと思いますけど、そちらの靴下が、まあ、私は何足か履かせていただいてますけど、コットンの靴下の割にはかなりデリケートなブラウンがありまして、これもおすすめでございます。ぜひお楽しみを、お試しください。よろしくお願いいたします。